あ、そうなんだ。
ジ？最後の動画撮るんだけど。家建てたい。家建ててほしい。ね、すぐこうやってさ、責任をさ、俺に押し付けんだよ。建ててほしいんだって。自分の力じゃ何も解決しないの。どう思います皆さん。年功序列。ね、って言えばこうやって年上がやるとかね、古い意外とね、頭考え方古いんです。年功序列って聞きますか最近。皆さん。一本冷えてるのあるよね。そうなんだ。ビール。計算済みです。あ、してた。蹴りだこんな。ほれ、ほれ。避けて。おさんウィンナーみたいになってる。よっこらせ。あ、よっと。じゃじゃーん、ユニニク。また何ジーンズ買ったの？そう、あるじゃん。いいんでしょ別に。いや、いいんだけど形がちょっと違うのさ。いや、しかもこれさっきさ、欲しいって言ってたやつじゃん。いや、でもだってあれもっと、だってあれスウェット素材でしょ。これガチじゃん。楽天ルーム検索しとけ。ユニクロだけどね。履いてみたら。これもっとダボっとしてる。これ間違えた。ユニクロも腰したんだ。入んなかったらどうしよう。さっきより。もうこれ履いてないよ。もう履いてないよこれ。サイズがないから仕方ない。それはデブってこと。サイ
そしたらちょっと最後にツイッターの質問箱設置してるんですけど、そこに届いたお知ら質問に答えていきたいと思います。1つ目、こんにちは。美味しさあふれる動画をいつも楽しく拝見しております。エゾさんの調理前のフライングビールいいですね。実は副職に戻ろうと就活中なのですが、なかなかうまくいかずでして、よろしければお二人の副職を目指したきっかけや転職の有無などをお聞きしてみたいです。P.S. 熊之助さんの魔法の絨毯とても素敵でしたっていう質問です。はい。まあそこらもうね、魔法の絨毯をまず聞いてもらってありがとうございます。ありがとうございます。本当にデビュー作ですから、ね。はい。副職に戻ろうと就活中っていうところ、質問が4月の18日で、大体まあ 2、3 週間ぐらい前なので、うん、もしかしたら決まってるかも。かもしれない。それはもうね、回答が遅くて大変に申し訳ないって話なんですが、はい、まあお二人の副職を目指したきっかけ。転職の有無ってところでいくと、うん、僕の副職を目指したきっかけはですね、かれこれもう13、4年前、ひいばあちゃんがその療養型の病院にいてずっと入院してて、あそこでなんだろう、その職員さん、まあよくしてくれてたんですよね。でこういう仕事をなんか漠然とですけどしてみたいなって思って、介護の専門学校行って、じゃあそのままずっと介護の道にかれこれ13年ぐらい勤めています。転職は？転職はもうめちゃくちゃしてますよ。すごいしてるイメージ、うん、5個以上してるかも。13年働いてて5個ってことは、シンプル単純計算で1つの会社に2年しかいない。そう、2、3年レベル単純計算で。そう、ちょっと前職がね、珍しく長く勤めてたので、まあ一番長いところで7年で、一番短いところで2日かな。こういい年こいてね、やめちゃうんですよすぐ。エゾタヌキはどうですか？僕は福祉の目指したきっかけは特にないんです。いや、なんでやろうかっていう、なんか正直その介護って一番その今の仕事に就く前は全然一番自分遠い仕事だなと思ったんですけど、僕も18から仕事を働き始めてるんですが、最初に就いた仕事を辞めて、まあそっからねどうしようかなって話になった時に、一回ね車屋さんに働いたんですよ。でまあ割と車ね見てる方とか見てるの好きで、好きな仕事やってみてもいいのかなって思ったんですが、あのねやっぱり自分の興味のない車をね売ろうとかね、そういうのがもう苦痛で、で好きな車をね好きなように売るんだったらいいかもしれないけど、なかなかねそういうわけにもいかないので、でそれはすぐやめて、でそれどうするこうするってなった時にハローワーク行って、一番興味のある仕事をやろうと思ったけどうまくできなくって、じゃあ逆に一番興味のない仕事をしようと思って、で結果がこれだったっていう、まあ僕に関してはですよ。本当に好きでやってる人とかはいるので、まあやっぱりもともとマイナスからのスタートだったっていう、まあ、気持ちの問題でね、なのでもう下がることはないと。だからまあそういうところでなんやかんやっていくとやりがいがあったりとか、介護職ってなかなかね現場を回すだけで精一杯なので十分大変なんですけど、まあねそういう売り上げうんぬんかんぬんっていうところも絡んだ仕事だったので、まあその単純に売り上げが上がっていくことに快感を覚えちゃって、あれよあれよという間に何年 ?5 年 ?6 年くらいいたのかな。そうだからね、意外と興味のないことを始めるっていいかもしれないですよ。でまあ結局その会社も僕も辞めて、まあいろいろ用具やりたいってでも前々から言ってたかもしれない。そうだね、この会社辞めたら用具やるとかって言ってたよね。うん、そうよ楽そうだなと思ってたから。ところがそう、全然楽じゃないから、本当にもうね毎日毎日ねメンタルやられますよ。でもなんかね暇よりマシかな、うん、割と僕は何かに追われてたいタイプなので、ずっと仕事に関しては。転職は何回ぐらい？転職何回したの？1、2、3、4。回じゃん、同じぐらいか。一緒じゃん。いや、一緒じゃんって言うけど、一緒じゃんって、私の方が多いのかな。そうだよ。その年齢で同じなら。そっか。あ、そう、なんか言ってたのは、介護の施設をもし受けたいと思うんだったら、なんか見学はした方がいいみたいで。その雰囲気とか、それは言ってました。次。
いつも楽しく動画見させてもらってます。いつも仲の良いお二人ですが、今までに大きな喧嘩とかしたことありますか？喧嘩した時はどのように仲直りしてます？よかったら教えてください。あのね、これを話したらもうマジで喧嘩になるかもしれないんであれですけど、喧嘩っていう喧嘩は別にしてないんですよ実は。でこれは僕が書き守ってることなんですけど、あのね、喧嘩って、まあ、その物理的な喧嘩っていうのは もちろんダメですよ。この何、殴ったりとか叩いたりとかね、物投げたりっていうのはまあダメなんですけど、あのね、口でやったらね、僕ね、あの論破しちゃうんですよ。そう、論破して俺がムスッと喋らなくなるっていう構図ですね。そう、あのね、言い合いみたいなのはしょっちゅうしてるんです。で、大体、まあ、いつものパターンで言ったらわーって言われるんです。僕が大体いつも、黙るんですよね。で、何で黙るかって、あのね、言われた分だけ返したくなるんですよだから10言われたら多分50ぐらいで返しちゃうんですよ。なので、それお互いね、またよりいい話し合いができればいいかもしれないけど、完全にカウンター返ししちゃうんで、良くないなって思ってるんです。だから大人なんじゃないですか。言ったらもうグッとこらえるみたいな。そう。たまにね、もう腹立ちすぎて、ちょっとだけ言い返すんですけど、ちょっとだけ言い返してるだけでも相当ムカつくみたいで、もうすぐね、ふてくされるんですよ。そう。っていうことがね、よくあるので、喧嘩っていう喧嘩はしてないです。してないのかもしれない。逆もあるかもしれないよ。僕がその行動とかに不満を持ってて言いたいのかもしれないけど、今度逆で熊之助は思ってることを言えないタイプだから、ひたすらにこらえ続けるで爆発するパターンなんです。だからお互いちょっと方法は違うけど、溜め込むっていうことをしてるので、いやそれ良くないよ、ね僕はカウンターしちゃうから耐える、こっちは言えないから耐えるみたいな。なんか気づいたらもう普通に喋ってるよね。うん、なんかそうなっててもね。そう、ちょっとね、ためにならないかもしれないですけど、俺はもしかしたら多分家出ちゃうかもしれない。もし本当にもう我慢できなかったら、とりあえずもう車出してバーっとどっか頭冷やしてみたいな、おのおの、もしかしたらね、なるかもしれない。そう、なんかね、その言い合い、解決に向けての話し合いってどうしたらいいんですかね、逆に。だ、そうなった時って多分俺はめんどくさがってもういいわって多分なっちゃうタイプだと思う。そうそうそう、でそれでなんかもうどうでもいいやってなってもう忘れちゃうみたいな感じなんだよね。大きな喧嘩はしてないです。はい、仲直りの方法は分かりませんなんて分かんないんだもん。まあね、まあ、強引に抱きしめたりはしますけどね。それは僕がこれからカウンターをするぞっていう時にやられる。しないでっていう意味でね。嫌なんでしょ、やっぱり。嫌だ、頭悪いからたまたまそういう話し方になっちゃうっていう癖だよ、うん、癖なんですっていうような感じで、ちょっとまあ、回答になってるかどうかは置いといたとしても、随時投稿していただければお話できればなと思うので、ツイッターに貼ってありますので、はい、よかったらどんどん投稿してみてください。はい、お願いします。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。